何するんですか、うん、パチンコ打つ、パチンコ打つ今回2人にはビンゴチャレンジ、ビンゴで、あ、いいですね、ビンゴ対決をしていただきたい、はいはいはい、より多くビンゴをさせた方が勝者だ、あ、来たよ、金来たよ、あ、出した出した、金系予告、いやー、参加当たりそう、かぜー、ほら、来た、やば、あらあらあら、震えてます、あらあ、来た、カウントダウン、起きた、カウントダウン、来ました、嘘じゃん、はい、前半戦が終了したわけでございますけれども、はい、とりあえずざっと振り返りますか、うん、当たりました、はい、時短で引き戻しました、はい、終わりましょう、はい、レンジャーセーズ、はい私も当たりまして、うん、びっくり当たりで、うん、爆変入りまして、うん、抜けまして、出玉ゼロ、まあ、ああね、まあやれ、ゆっくりやれてる最近ほんと連チャンしてくれないんだよな、僕は。後半ね、なんとかちょっと華々しい出玉をお見せできるように頑張っていきたいんですけども、はい、肝心のビンゴの方ですね、はい、みさおちゃんがワンラインもうできました、はい、私は、カウントダウン出なかったので、うん、まだ真ん中が空いている状況と、で出始めたら早かったよ、カウントダウン、そうだ、ね、ずっとなんか3回ぐらい出たもん、確かに2、3回ぐらい、うん、でここからなんとかチャンス、反撃チャンス、ね、反撃チャンスということなんですけれども、はい、はい、ということで、はい、今から反撃チャンスということで、ね、はい、急に入ってくるね、びっくりしたねカードを引いてもらって、はい、それに書いてある内容を、まあ、カードにとってプラスになるかもしれないですし、何が書いてあるかは分からないですけど、2人とも1回ずつカードを引いていただいて、うんうん、それに書いてる内容を実行していただく、はい、これせーの、ダーン、え、そんなことある、相手にモノマネか一発芸を強要できる、あ、相手にか、私に聞かれたわけじゃないんだ、あ、聞いた、なるほどね、自分がやるわけじゃないんだ、はい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 、え、でもなんだよ、私こういう系さちょっと苦手なんだけどさ、でもこれで、はい、私に強要して、うん、まあ、何もないで埋められるの、私は埋められないんじゃない、え、共有するだけ、うん、だって私のいつも見てんじゃんね、見てるし、多分メンタル来ないから外れ引いてるよ完全に何でもやるよいや、そのスタンス違うのよ、罰ゲーム要素だから、あ、そう、うん、え、何がいい、モノマネ一発芸、こういうのいっぱい入ってんのかな、じゃなくて、もうごあんない、モノマネか一発芸、モノマネ、何がいい、何でもいいよにしよう、じゃあいいよ、振ってお題、私が勝手にやり始めたら一人でやっちゃうよ、確かに、うん、得意なやつひたすらやっちゃうよ、それ3連発いい、あ、いいむしろ、じゃあ得意なのを3連発、わかりました、お願いします、はい、じゃあ、はい、クレヨンしんちゃん、お、あらしんのすけだぞ、お、ドラえもんに出てくるのび太の先生、うん、おい、のびまあまあ響いたなあとなんだろうな、得意なやつ、うん、あ、それと、あ、そっか、得意なやつやってみる、あ、じゃあ浜崎あゆみさんやってみます、あ、出た、お願いしますドキュ響いたね、だいぶみんな響いたね、ちょっとでもあゆ仕上がってないな、ちょっと今喉やられたし、そうだねちょっともう一回ですか、はいはい、マスクしてからね、あ、そうだね、ちょっと響きが、ね、うん、ちょっとギャラリーの方いらっしゃるけど、はい、どんぎょなぁ、ダメだ今日ちょっとダメです、すいません、ちょっと久しぶりなの、あとマスクしてるとやっぱ違うわ、通りが、あ、ほんと、うん、なんかね、私結構ピークの浜崎あゆみのモノマネのやつ見たことあるけど、どんぎょな、違うな、ちょっと今日違うな、仕上がり、だってやると思ってないから、そうだね、ごめん、確かに仕上げてくる、まあ、うん、じゃあ一応メンタルは破壊、破壊はできない、外れじゃんね、そうなんだよ、外れなんだよ、どうすんのこれでさ、私もそれ引いたらさ、何の反撃チャンスでもなかったよ大丈夫、本当だね、うん、何ができるかな何が、はい、あ、タラちゃんやればよかったね、イクラちゃんだ、イクラちゃん、はい、違うな今日やっぱダメだな、元気、今日ダメだな、はい、じゃあこれ、はい、ドン、ね、だこれしかないこれしかないの企画がさ、違うじゃん、待って待って待って、全部それなんでしょ、多分、あ、違う、あれ、展示カード、エンジェルカード、相手のカードと自分のカードを取り替える、取り替えなくてもいい、うん、ビンゴのマスを一つだけ消せる、なんで、外れ、3分の1、いや最悪だよ私一瞬
一瞬へこんで喜んでへこむじゃん、うん、やりたくねー、なにー、やりたくねー、一発一発芸、一発芸、一発芸にする。なんか芸人さんのモノマネ、あ、わかった、コウメ太夫さんやって地獄まだ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 私前なんかの配信でやったわ、うん、やってくれんじゃんやってくれんじゃん、もう潰れたじゃんそれもう、キャン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 だよ、最悪だよすげえメンタルこさせようとしてんじゃんモノマネがいい、どっちがいい、多分どっちもやだ、どっちもやだどっちもやだどっちもやだ、メンタルが教えたにほら、待って、やりにくいじゃんその後むしろ面白いからやりにくいんだ、大丈夫やれるから頑張れ、全力頑張れ、チャンチャカチャンチャンチャチャンチャチャンチャンチャンチャカチャンチャンチャンチャチャンチャチャンチャン、パチンコのエヴァンゲリオンの初号機だと思ったらキュウリでした、チクショー、いい素晴らしい、恥ずかしい恥ずかしい、あしんど、これあのファンの方切り取っといていただいて、最悪だよ、うん、ツイッターのトップに、 いや最悪だよ固定のやつやめてくれよ、おもろ、でも結局これやったんですけど何も変わりませんでしたやり損です、もう一回やる、もう一回やる、もう一回引くの、でもまたそれかもしんないよやめよ、もういいならやめよ、すぐもうパチンコの、わかりました、はい、じゃあ引き続き結局ね何も変わらずと、はい、いうところで自力でなんとかせえってことですね、はいはい、それではじゃあ後半戦いいっすか、ダイユさん行ってレッツゴーはい、それでは後半戦スタートします、はい、メンタルは大丈夫ですか、あ、忘れてた、あ、本当、じゃあ大丈夫だね、大丈夫だ、はい、じゃあ球出します、はい、頑張りましょうお腹が苦しくて、そうなのよ、ご飯食べたらパンパン、なかなかボリューミーでしたね、うん、あんなメンタルカードちゃんと引くんやな、3分の1なのでね、中身知らんかったからね、うん、でもね、玉出せてないんだよね、そうね、はい、身を削らないと香里さん得意なのやってるもんな、そうなんですよ、いいな、あるのなんかいろいろ練習するものもね、やっぱいくつか持ってると楽よ、あ、そうだよね、うん、なんか練習する、あゆ、うん、やる、あゆ、うん、東京ドーム、東京ドーム、いいよいいよいいよいいいいいい、私ね人のモノマネ、うん、聞いた直後割とできるのよ、なるほどね、あのだから多分こうなんかセリフ言ってもらったら、うん、ちょっと寄せることが、うん、はいはいはい、なんか似てれば、おいノビ、おいノビただね、これ似てるんだけど伝わらないのよ、あちょっと伝わりにくくて、ね、そう、ドラえもんののび太の先生はね、伝わりにくいんですよ、あそうね、確かに、で私もちょいちょいさ、そのあれこれできそうと思ってやってみて、はいはい、いけるやんってあるんだけど、はいはい、忘れちゃうんだよ、わかる、うん、いや私も家ではやるのよ、一人でもう黙々となんか、CM の言ってるのも真似しちゃうとか、うんうん、そうなのみたいな、はい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 、あれね、東急リバブルねあ、そうそう、東急リバブル、うんうんうん、出てこないドラえもん行けんじゃない、ドラえもん、うん、セリフは、おい、のび太くん、いや、僕ドラえもんですなんで、おい、のび太くんっておい、のび太くんってなかなか言わないそうだね、僕ドラえもんだねごめんなさい僕ドラえもん、いけるやん、似てるやった、イヤホン越しだったらめっちゃ似てて、ほんと、うん、てか私のドラえもんが汚いから僕ドラえもん確かにちょっと低いっていうか、ちょっと汚い、なんか黒い、よく汚いって言われるこの場でか、うん、1
アスカアスカだったの今今多分アスカだった。難しい。さあ行こう。もうミサオちゃんだよ。ただのミサオちゃんだよ。セリフ読んでるミサオちゃん。昔はさピカチュウとかさピカピカチュウピカチュウなんだろう、あのねサトシを呼ぶピカチュウ。あメロディー。あ、うまい。かわいい。それかわいい。あの弱ってる時のピカチュウが、うん、サトシを呼ぶ時。かわいいかわいい。それかわいかった。あ、そっか、エスティスルーはダメなのかな。びっくりした。通常時390。ダメだ。通常時じゃないし。あ、そっか。じゃあ390足す163、553、まあまあ辛いな。そうだよ。はいよ。はいよ。怒られたいタイプかもしれないから、ね、わかんない。じゃあ、じゃあ。うおーやるかな。うおー。覚え、うん、オオカミ、オオカミ。おー、ちょっと似てるね。うん、でもさ、モノマネじゃあやります、初号機の方法っつってさ。まあまあやばくない。やばい。でもやるかもしれない。トッテ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 。全力疾走で。まあまあやばいで、シト食べて。シト食べんの。そこまでやる。やだ。どうする、後半当たんなかったら。やっぱ何度もモノマネやってるから、そこをフルで使ってもらって、フル尺で。吠えておくれよ。でも下が伸びるんじゃなくて上が伸びるからね。確かに。シンプルモードは何だったら当たるの。なんかこれ来たら熱いみたいな。ロンギヌス。なるほど。とにかくロンギヌス待ちたら、うん、もうそれまでボケーとしてる。通常図柄のシングルの時しかロンギヌス来ないから。ほう。ダブルテンパイと奇数の時は飛んでこない。なるほどね。だから、そう、偶数テンパイの時にある、おー来たみたいな。だから先バレみたいな感じ。はいはいはい、はい、ロンギヌスがそれまでボケーとしてて、先バレ来た、おーみたいな。なるほどね。そうそうそう。左の旗も当たりました。右の旗も当たった。当たります。挟まれます。左手で打ってるの。右の人はね、あの台は左手で打ったらいい。挟まれてるから、うちらもオセロだったら。オセロな、うん、思うよ。あ、吠えた。ええー、のええー、な、最近吠えないの。おいおい、口を開け。自分の人生で、その、パチンコ、パチスロ、うん、引きさ、どう思う？強い方と思う？うん、やっぱり、うん、私もさ、なんかさ、裏があるだけで、うんうん、トータルで言ったら、結構引き強い方だと思うんだよ。うんうん、私、くじ運強い。ああ、私も、あ、ほら、お正月さ、おみくじ引くとか言ったじゃん。はい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 。あんま大吉出ないみたいな香織さんの話してたけど、ね、私今年も大吉だったから、なんかああいうのは結構ピンクみたいな。はいはいはい。私一番くじが強いよ。なるほど。試しに1回やったらエースを当たるみたいな。すげえ。それはすごいわ。そう、なんか1回群馬のホールでさ、コンビニにドラクエの一番くじあったから、はいはい、やろうって思ったら A 賞のホットサンドメーカー当たっちゃってさ、お持って帰るの大変だった。そうだね、群馬県からはちょっとね、うんうん、そうなのよ、大変だった。静かでしかない。これ出撃、朝のあれは何だったんだぐらいね。あんなに頻繁に上がった、レバブルオンにしたからだろ。レバブルオフにした。あ、そう、うん、だね。レバブル入れない気分。はい。私はね、全部オン。全部オンじゃないか。まあ 3D だけオフ。 3D はオンにしなきゃダメだよ。え、 3D っていうのは開発の人が頑張って作った機能なわけ。はいはい。だからそれをオフにすることによって、やっぱ台の機嫌を損ねるって。ああ、そう。だからオンにしてる。フル稼働すると疲れそうじゃん。まあね、台側も。ああ、そんなこと言ってたら1万円。私2万円。あ、マジで。あ、
ドッグン。あ、あら、え、やば、シンプルモードで初めて見たんだけど。ドッグン、ドッグン、先読み。これ当たるよ。そんなのあるんだ。あるの。かっこいい。しかも、かっこいい。いつもとあれじゃないもん。ね。初号機だよ。これ全開じゃん。出ないですよ。三番しけないですよ。でも赤なんだね。やっぱここのさ、こうやっぱ音楽とかもさ、心を原始に戻れだとテンション上がる。確かに。おはよう。ようやく起きた。うん。そう、昼寝してたから。そうだね。お昼寝大事だから。うん。2なんだよな。エティフィールド全開。全開。出ない。ありがとうございます。おお。わあ、いいもん見れたな。どっこ先読み。2か。2だ。ダメです。グッドラー。グッドラー。抜か、あ、抜くか。じゃあ抜こうかね。抜いてみるわ。あの時は当たったから。そうだね。抜いてみるね。うん、で、何すんだっけ？新しい球。普通に打っていいの？はいはい。普通に打っていい？普通に打っていい。発信とか言わなくていい？発信やばい。発信。私ね、3、3、7拍子で打ち出すんだ。何でも。で、打つの？え、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7。最近だと超旋風とか全部そのタイミングで打つだった。そしたら何年ちゃんでしたっけ？53年かっけでかっけ。次回予告みたい。そうね、私パチンコの全演出の中で次回予告が一番好きなんだよ。ああ上がる。私ブラックアウト系が好きかもな。それはもうパチスロにも言えるけど、うん、いやー、パチスロはね、リールロックが好き。わかる。ブラ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 。やる、私も。ブラ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 。やばいな、静かだな、これ。いつもだいたい0号機と2号機1回ずつ来るの。あら。玉抜きのせい。新しい玉がやる気なかった。でもそういう時はね、もう一回、こいつらはダメだって言って、もう一回やる。わかりました。多い時は3回か4回ぐらいやる。マジ？まあでも通常の時はやらない。通常っていうか、あ、ST 中ね。そう。あと自分の状態確認するとか。なるほど。なんかあんま集中してないなとか。集中してない時ね、マジで当たんないのよ。集中力大事なんだ。大事。発進！あ、来たよ、ゼロか2。ほら、これはね、2号機です。さっき外してっかんの。いや、2号機です。おお、正解。だいたいね、奇数が後ろにいるときは2号機って。あー、そう。悲しい知識。悲しいとき。ほら、悲しいとき。懐かしい。誰か予告来てた。マジ？私じゃないことは確か。ああ、悲しい。タイミング合わなかった。あら、2個下ね、3個か。はい、というとこで2連続単発3度目の正直で連チャンさせよう。そうね、うん、私はもう次で願いたい。今何回転？やっぱ479。47、あと100か。あと100弱、80回ぐらい。本当だ。来るな。いけるな。いけるわ、これ。行きたくないけど、いけるな。まあ、行けたとしても、通常じゃ赤ブリ。確かに。でも、新鮮なんだよね。その、シンプルモードしかやらないから。なんか、見たことない演出いっぱいあるからさ。あ、そうね。なんかさ、火に包まれた初号機が歩いてるとかあるじゃん。なんか、保留が丸になるやつ。地球みたいな。お？お？そんなのあったっけ？あるある。それとか何これってなった。でもさ、インパクトフラッシュにもさ、最後さ、
セブフラの音入ってない。リリ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 上振れしたらね、めっちゃ出るし、ね、上振れさせてもらっていいっすか。そろそろ一回390まで行ってから朝のお手紙思い出してちゃった。なんかお二人の何でしたっけ、スター性、スター性とカリスマ性でしょ。カリスマ性か怖いわ、引きの強さを。怖いわ、引きは強い方だと思うんですけどね。うん、割と強い方と思うけどな。ちょっと口開けてもらっていいですかね。ちょっとね、悪い気を払ってね。塩持ってきてもらう。コンビニで塩買ってくる。なんかお清めのさ、シュッシュってやつあるよ。あんの？塩なの。塩持ち歩いてさ、怖すぎ。デキン食らうかな。そうだね、下粉まみれっていうか、食べるからね。うん、そうだね、最悪だ。うん、塩分。はい、通常時390回転。はい、クリアしました。嬉しいような、嬉しくないような。本当だよ、1個穴開けるごとに賞金もらえるだったら嬉しいんだけどね。でも綺麗に L 字型になってるね。いや本当に、通常時赤保留、赤保留出せば2ライン、2ライン。いやでもそんぐらいじゃないと取れ高がちょっとやばいね。圧倒的に足りない。こちらのしょうもない会話ばっかり。もう一回コウメ太夫さんやらないといけない。今なくなりました。はい、くっそー、今なら勝てると思ったのに3枚目。まあでもまだわかんないからね。そうだね、ただ私の召喚をちょっと待ってもらう感じになっちゃうかもしれない。取り戻したら早めに、とりあえず上皿抜くのやめてもらっていいですか。あとそのままずっと打ちっぱでお願いしていいですか。あんなにね、休ませずにね、回せる人が羨ましいよ私は。普通に回して何にもなかったらマジでストレートで行かれる。行かれるね。私ストレートで行かれたよ。でしょ、だから、うん、やっぱり、ね、やらなきゃ満足できない、はいはいはい、やった上でのストレートならまあ、うんうん、いいんだけど、いいっていうか、まあ、よくはないけど、まあ、納得するという、まあ、やらないで後悔する方が嫌だよね。そうそうそう。いやー、球出したいね。後半のサムネイル何もないぞ。お、走ってる。おテンパイ、テンパイ、止まって、止まんない、スンスンってないのかね、戻り、ねね、止まってって言って止まってもびっくりしちゃうけど止まったっつって言うことを聞いてくれるパチンコ台、ね、はい、あ、これ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 、初めて来た、これやっぱりこれ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 だ、これよこれ、え、初めて見た、これ赤堀さんが言ってたやつ、そう、これかっこよって、これかっこいいね、そうなのよ、初めて見てるわ、おうおうおう、頼むよ赤堀、おっかっこーい来たやん。奇数やし、ね、完璧やん、完璧だ、さすがだわ、見せ場作るわ、ちゃんと、ありがとうございます。赤放流出たやん、ねえ、やっぱ初めてだもん。あ、そう、あ、じゃあ、あと3900ポイント出していただいて、そうね、うん、そしたらある程度見せ場もありつつ、ほら今2ラインでしょ、うん、で3900出してれば3ラインになる。しかもこれも弾けるし、通常時、じゃあ ST 中も出る。あら、あら、
いけちゃうんじゃない？いけちゃうんだ。でも、でも霊背景出ないな。霊背景出ない。今出てくれなかったら。そうだね。嬉しい。ちょっと、スペース3900行って。そうね。うん。でもここから消化長いからな。ごめんなさい。ちょっと、まあ、お待たせしました。一周すんのね。まだだった。そうだ、タオルまでだと。シンジから始まっちゃうとなぎさタオルがいけないの。なるほどね。そう。よーし、テンパイゼロやばくない？2回やって。さっきもテンパイゼロだったんだっけ。そう、さっき来なかった。それはまずい。全然ダメだ、トイレ。あ、トイレまで行くのね。はいはい、もう1回。ただいました。あら、多分私は4枚目だと思うから。あれ、さよなら。いや、マジでマジでテンパイしないのやばくない？なんで、なんで、え、もうなんで。うわぁ、怒ってから来た。怒られると興奮するタイプの初号機だった。そっちなの。あ、はいよとか言ってればいいじゃない。早起きろ言うて。早図柄揃え、揃えろ。カオル君、カオル君おはよう。カオル君おはよう。はじめましてだよ、かもしれない。そうだ、うん、今日ははじめまして。お父さん、新玉で。新玉ネギみたいな言い方。新玉、新玉でいつも。うわ、レインボーで震えた。ブル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 。レインボーで、あれ、あらば、レバーレバーレバーレバブルあったよ、だって。うん、え、ダミー、ダミーフラグ。ドドドド、なんなの。え、あー来た。あ、え、あれ、レバブル外した。レバブル外れんの。怖い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 、これは怖い。これ寝かした方がいいんじゃないの。流れ良くないよ。いや、私はね、行っちゃう。さあ、まだまだ大丈夫。それやれる、その未来がやれる。先輩が、レバブル、エグ。あ、来た来た来た。赤い赤い、これ赤い。これ大丈夫、これ大丈夫。こっちか、こっちこっち。お詫びでした。お詫び。いや、さっきのダメよ。危な、怖すぎ。え、ボタン、やりました。怖すぎた。 0.2% あんなとこで引く。 0.2% 引いた。来た、おい、早い。予告だ。真ん中抜いたよ、これで。やりました。え、結構この企画向いてる私。レインボー。え、ボタンばっかり。安心のレインボーですからね。え、そう、ほよ。なんかね、うん、煽られた時に止めるとダメとか、なんか自分の中でちょっとあって。煽られた時に、そう、煽、ずっと煽ってくれてるのに止めちゃうと。なるほどね、流れ変わるみたいなこと。まあ、いろんなオカルトありすぎて。いや、ボタンすごいな。オカルトめっちゃあるな。オカルトめっちゃあるからどれでも対応できる。たま抜かなくていいの。動かない。発信って言ってないからかな。やっぱ発信言わないとね。発信してから、発信してかないからね。発信。吠えた、隣が吠えた。でもさ、オカルト重ねすぎるとさ、どれで当たったかよくわかんないんですよ。終わるな。でもこの間残り5で当たったから、最後まで諦めちゃいかんね。動いてよ。怒ってみたら、バカバカバカ、早当たれ。だー、来たよ、やば。残り8。ほら、これ、これだ。レバブルじゃなくて、ここが赤いと熱いけど、今白かったじゃん。うん、
赤のがいいの。ビヨーンでしょ、ブイーン、そうそう、ギター、ベース音みたいな、うん、そうそうそう。てかすごいね、155回転いつもこうなの。へぇ重いな、いつも。私20、残り20でも諦めるけどな。マジ、うん。なあ、来た、赤い。これ保留連とかあったらいいのに。ほい、ボタン、ダメなんだ。腹の、あ、来る、あ、来ない、はい、来た、来ました、あ、よかった、危ない、もう一回し、うわ、危ない、まだやれる。あ、来た、見てなかった。赤かったです。イエーイ、保留連、さっきの緑保留が、かっこいい、うわ、赤い、久々の、はい、あれ。ちょっと待って待って待って、嘘でしょ、え、ザザザザザ、来ない、ドックン来ない、やばすぎる、マジで丸い運気すぎるな、さっきの、よくない、ミサト、お、マジ、このパターン逆に、いやいやいや、逆に。やりました、10連、どんだけやるんって。本当は5分ぐらい置きたいけど、ちょっと時間があれなんで、本当は5分置きたいのよ、うん、終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう。最後に一生曲変えて抗うという。頼む、来い、残り1回だぞ。なあ、来ないね、10連か、終わりました、10連、13,965 ポイント獲得です。実戦終了、お疲れ様でした、お疲れ様でした。何連したん？10連、おー、すごい、有言実行やん。そう、あれ、その割に早かったね。私もっとなんか1時間ぐらいかかるかなって思ってたんだけど、保留練しました。なるほど、早かったですよ、はい、なるほど。いや、最後のその、うん、最後の ST、 はいはい、もうちょっとここで5分置きたいんですけど、あ、やめます、なるほどね。ちゃんとやります。5分待たせたらな、続いてたかもしれないね。そうなのよ、そこもちょっとあったんですけど、まあ、だからもう曲変えまくって。ああ、なるほど。でも10連すれば十分でしょ。まあ10連はしたいって言ってたんで、そうでしょ、まあ、そこは達成できたんでよかったかなって。まあ、ちなみに実践結果の方を振り返りますと、はい、私カオリッキーが、初当たり2回、うん、ラッシュ駆け抜け通常、うん、投資35,000円、値段0、以上です。まあ、好きだから楽しかったんで、うん、いいです。そしてみそちゃん、はい、私は最近言えば調子がよくてですね、うん、初当たりは2回、うん、1回引き戻しと、うん、で、今ので10連、はい、っていうところで、出玉が、あ、投資が、うん、あれいくら、知らん知らん、あ、投資いくらだ、2枚目は入れてたね、あ、わかんねえ、投資、あ、まあいいや、後で見ます。ごめんなさい、こちらです。出玉は13,020何発、素晴らしい、はい、でございました。じゃあ趣旨わかんないね。趣旨わかんないけど払ってます。はい、4枚目入れてないんで。投資忘れたはなかなかよ。いっつも言うんだけどね、多分めちゃめちゃテンション上がっちゃったんだな。あ、そうか、みたいな、いっぱい当たったからね。だいたい
回見てちゃんと覚えてんだけど、うん、忘れちゃった。テンション上がりすぎちゃったみたいですけど、上がりすぎちゃった、すいません、はい、こんな感じです、はい、さあそして肝心のビンゴでございますけれども、はい、じゃあまず私はね、うん、はい、変わってないですよ、うん、もうあゆやってからずっと変わってないです、ね、うん、あゆまでに終わっちゃったね。そうですね、うん、前半で金枠出したのととりあえず当たりを引くで、はいはい、まあ、390も中途半端にはまらずな感じでしたね、うん、全然ダメでございましたが、はい、対して、はい、サオちゃんは、私はなんと、はい、結構すごいやりましたよ。しかもさ、無駄がないね。そうだね、うん、無駄がないスリーラインやりました。すごい、え、ツーラインじゃない？え、だって斜めだよそうだ斜めもあるよ。本当だ、斜めもあった。無駄がないだから。本当だね、すごい。これが多分でかいわ。初めて見た赤穂龍、初めて見た。完璧よ、素晴らしいよ。むしろ出なかったなぐらいな気持ち。出ない出ない本当、そうそう出ないよ、うん、本当。まあでもこれだけスリーライン素晴らしい。嬉しい。みさおちゃんの勝ち、 ありがとうございます。やったー、みさおちゃんの勝ちだよ。珍しい、おめでとうありがとう。まあだからこれが新番組で始まって、うん、はい、まあなんとなく結果出せてよかったなっていうところで、うん、なんかやっぱ後半始まった時マジでさ地獄だよ。後半か、そうだね、これ一人実践だったら地獄だよそうだね、危なかったです、うん、お蔵入りになるとこでした私一人なら。いや助かりました。途中までやばかったじゃん。まあまあでもとりあえず3ラインと、はい、ということで番組自体は成功したんじゃないかと思いますよ、はい、なので、まあ、この企画が今後どうなるか分かりませんが、はい、チャンネル登録、そうチャンネル登録とコメントによかったって書いてもらえば、うん、もうよかったっていうあの4文字でいいんだよ。よかった絵文字もいらない、また見たい5文字、はい、みさおの小梅太夫最高びっくりマーク12文字ぜひコメント欄の方でね打ち込んでいただければと思いますのでよろしくお願いします。ということで、はい、またいつお会いできるか分かりませんが、うん、また次回お会いしましょう。さよなら。